こんばんは今日もご苦労様でした話題の出来事についてお話ししますドカベンの愛称で親しまれプロ野球南海現ソフトバンクで強打の保守として活躍引退後はテレビのバラエティ番組でも人気を集めた香川信幸さんが26日福岡市内で急死しました52歳でした関係者によると死因は心臓発作とのことです 関係者によると26日外出先から福岡市内の自宅に戻った婦人が倒れている香川さんを見つけてすぐに病院へ搬送されましたが死亡が確認されました死因は心臓発作とみられています香川さんは急性腎不全のため長期間にわたる療養生活の経験があり最近も週3回の人工透析を行っていて 同時に心臓疾患とも戦っていたらしいです。大阪、波章高校で、後に中日などで活躍する牛島和彦さんとバッテリーを組み、1978年春、79年春夏の甲子園で輝きを放ちました。当時1メートル72、95キロで、アスリートとは思えない丸々と太ったユーモラスな体型から本塁打を量産し、その姿が野球漫画、ドカベン、 の主人公、山田太郎に似ていることから、ドカベンの愛称が定着しました。それまでのスリムでかっこいいヒーロー像を根底から覆す、異色の人気者でした。80年、ドラスト2位で難解に入団、野球センスは非凡だったのですが、同時に食べ過ぎによる肥満が常に問題視され、一時は体重130キロを超えたこともあり、膝を痛めたことが原因で89年、 27歳の若さで現役生活にピリオドを打ちました引退後は製麺通販業居酒屋経営などに携わる一方テレビでも活躍して TBS 系人気番組「オールスター感謝祭」で司会の元タレント島田信介さんとのやり取りは爆笑を誘っていました以上サンケイスポーツの記事から今日の話題についてお伝えしましたこれからも視聴したいと思われれば 右上アイコンをクリックなされると簡単にチャンネル登録ができて便利です。また明日午後7時にお会いいたします。お元気で